野小太郎 VS ムートン出てきてください。まずはビートのチェックからいきましょう。声マビートを聞かせてください。ナイスビーツ。それでは DJ ペコビートを聞かせてください。ナイス DJ。 ではこれを構えて先攻後攻のじゃんけんをお願いいたします。最初はグーじゃんけんぽい。先攻では先攻青ムートン、後攻赤風磨の小太郎で参ります。先攻のムートンにビートの選択権がございますが、コエマビーツ。ではビートはコエマ発祥列4本で参ります。準備よろしいでしょうか。それではいきます。先攻青ムートン、高校赤風磨の小太郎、レディーファイト。こんなビー聞いたら勝ちまいそう、公園は赤ちまいそう。でも小太郎お前じゃ足りなそう、客も出るもんも出なさそう。まるでエライザのフェラチを見たく、我慢してても出てきちまいそうな。もう VC 吐き出した、リターンもザクラスイッドフェイシング。フロアでしんこっちまぐらい、俺らのフローマジヤバいでしょ。ベントベント届かす俺のフロー、待たせとうちゃう風磨の子だろう。 Yeah 俺が足りない、頭にはハチマギ、俺様らがベンラリー、客全員が今日は審査員。誰が審査員、ここでビンラディなんて犯さない、シンパシー残してくだけ、信じ合ってんだったらシンパシーいて。なもん断席違い、バカがバカじゃなきゃ真面目にもなれねえ、ガチなやつじゃなきゃ真面目にもなれねえ、イカれてなきゃまずマジにもなれねえ。俺だってイカれちまったよ、東京の街はクソみたいな街だ、冷たくてアイシーな街で、熱い MC と語り合いタイプだから、 MC バトルのステージの上に俺も上がってくる。曲じゃないところ、戦争でもねえが、俺は熱い闘志燃やしてくぜ。東京がクソとか言ってる時点でまだお子ちゃまのガキには分かってねえ。東京がクソとか言ってるこいつ自身がクソってことに何も分かってねえ。この国がクソなのは俺たちのせい、吐き出さねえ俺たちのせい、誰かのせいにばっかしてる時代なんて終わったんだぜ日本人。Yo、 その割には海外に行って出すね、ムートンさん。大阪から出てきたんだ、大阪のアンダーグラウンドなめんじゃねえぞ。 Yo、 そこでかっけえ MC を見て、東京に出てくるだけのラッパー、それと俺は格が違うんだな。いくらでも稼いでメイクマネーメイクマネー、いくらでも稼いで金だけじゃねえとこ見てんだろ、金も女も全部後ろからついてくる。オリジナルってそういうもんだろ、流行りに乗っかってる時点でそれ流行ってないんじゃないすかね。リターンオブザクラシック、ずっと同じことやってるや、俺らに時代が追いついてくるぜ。何の話してんすか、最初フェラチオがどうのこうの言ってて、さっきのバース俺にアンサーも返さず、あっち向いてしこってんのはムートンさんじゃないすか。いや、東京に出てきて俺はひたすらにラップで稼いでくる、海外から帰ってきてお帰りなさい、でも日本語の使い方を忘れましたか。終了。それでは判定の方に移りたいと思います。どちらかの MC にライトを上げてください。それではいきます。先攻青ムートン、後攻赤風磨の小太郎、勝者は風磨の小太郎。ムートンにも大きな拍手をお願いいたします。ムートン、何か一言ありますでしょうか。日本語の使い方もう一回覚え直して出直します。ありがとうございました。